バナナはダイエット効果がありますが、これを知らないと逆に太ってしまうんです。痩せる食べ方と逆に太る食べ方を詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるバナナダイエット法、詳しくお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜバナナで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せるバナナの具体的なダイエット法とレシピをご紹介します。では1つ目の項目です。なぜバナナを食べると痩せることができるのかという痩せるポイントをね、3つに分けてご紹介しますね。1つ目はね、なんと言っても腸内環境が整います。でバナナがラッキーなのはですね、同時に2種類の食物繊維が取れちゃうっていうところなんですね。バランスよく水溶性と不溶性、お通じが良くなるような食物繊維がこう同時に取れるからこそ、スルッと毎日便通がね良くなりますよっていうことです。でまた腸内細菌たちのね大好きな餌ともなりますので、善玉菌が増えて、そしていつまでもあなたの腸に住み着いてくれるっていう、そういった効果があるのがやっぱりこの食物繊維の効果になるんですね。それを持っているのがこのバナナなんです。2つ目です。痩せる栄養素がたっぷり入っているのがこのバナナになります。例えば血のミネラルなんて呼ばれるですね、モリブデンっていうのが入ってるんですけれども、それはやっぱりね、鉄分の働きをこう高める効果があるんですね。またマグネシウムが豊富なので体温調節も上手になります。そしてなんといってもビタミン B6 も豊富ですから、しっかりとこの筋肉のね状態を良くするためにも必要不可欠の栄養素になってくるんですね。ここはとても代謝と関係が深くなってきます。では3つ目のポイントはこちらです。低 GI 値食品に入ります。これは何かと言いますと、太る元ですね、血糖値がこう急上昇しやすい食べ物とそうではない食べ物がある。どちらが痩せるか、もちろん後者ですよね。血糖値が緩やかに上昇する方が、その間脂肪を溜め込む率が減るわけです。そこで活躍するのがこのバナナになります。バナナは実はこの低 GI 値食品になりますから、脂肪を溜め込みにくくする食材になります。それではここから2つ目の項目です。今からバナナの痩せる食べ方、逆に太る食べ方、そして最後に痩せる美味しいレシピご紹介します。まずバナナの痩せる食べ方なんですけども、こちらグリーンバナナを選ぶことになります。黄色に熟したバナナよりもこのグリーンバナナですと、レジスタントスターチという成分が豊富なため、さらに便通がすっきりするんですよね。ですから特に便秘がちな方は、真っ黄色のバナナよりもグリーンのちょっと硬いままのね、ちょっと気をつけながらグリーンのバナナを選びますと、さらに痩せる効果がアップします。そして痩せる食べ方は1日1本までです。そしてですね、温めて食べること、さらに低体温の方は生のバナナよりはドライフルーツになった後ですね、ドライバナナの方を召し上がっていただきますと、お体が冷えないので痩せます。ではここから逆に太る食べ方、もうまさにこの痩せるための真逆のことをする方ですね。1日バナナがいいからといってバナナばっかり食べる、何本も NG です。どんなにいいものも過ぎたるはですからね、食べ過ぎは NG です。なので1日1本以上食べてしまう方は太ります。なぜか糖質量を取りすぎるからですね。やっぱ太るものは糖質ですからね。糖質量を制限するためにもバナナは1本以上食べてる方は太っちゃいます。それ逆ですね、冷たく冷やしたバナナを食べる方太ります。今すぐやめましょう。そして低体温の方はバナナは生で食べずにドライバナナで食べるといいですよ。ですから低体温なのに生のバナナをいっぱい食べてる方っていうのは逆効果ですから気をつけてくださいね。ということで簡単ですね、痩せる食べ方の逆をする方が太る食べ方ということになります。そしてここからは美味しい痩せるレシピご紹介しますね。ではここからバナナダイエットにおすすめの美味しくて簡単レシピの材料が持つそれぞれの痩せる効果、そして材料作り方をお伝えしていきますね。まず1つ目に使うのは無調整豆乳を使っていきます。
こちらですね、腸内環境を整える、太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれますし、脂肪の蓄積ですねも抑えてくれる、サポニンが。そしてコレステロールがもともと豆乳はゼロです、無調整豆乳ですね。そして食物繊維が丸、便秘解消、代謝もアップ、高タンパク低脂質、そして何といっても食欲を抑えることもできますし、イソフラボンが入ってますから、私たち特に女性には嬉しい女性ホルモンのバランスを整えてくれる働きをしてくれるのも入っていますね。そして今回はきな粉も使っていきます。もうとにかく大豆製品です、痩せたければということで、大豆製品の中でも最も食物繊維が豊富なのがなんとこのきな粉になります。たった大さじ1杯でなんと食物繊維がね 2.7g も取れちゃうという優れものになるんですよ。そしてね、高タンパク質です。大さじ2杯入れるだけでなんと 10g のタンパク質も取れちゃいます。そして今回は蜂蜜を使っていきます。ただもちろんバナナも使いますから、バナナが甘いので蜂蜜はお好みで OK です。でなぜここでお砂糖とかね、オリゴ糖とかではなくて蜂蜜なのかっていう理由があります。それは腸内環境を整えてくれる、その天然のオリゴ糖とかグルコン酸がいっぱい入っているのがやっぱり蜂蜜になるからなんですね。でもちろんこの蜂蜜も無添加のものを選んでくださいね。でなんといってもね、栄養価が高いんです。栄養があるっていうことはそれだけ痩せるホルモンの材料になりますから、ぜひ甘みが欲しいなと思った時は国産のできれば無添加の蜂蜜を選んでくださいね。そしてなんと甘いのに脂肪燃焼効果もあるのが蜂蜜なんですね。ではここからバナナダイエットのおすすめのレシピご紹介していきます。材料作り方です。こちら腸活スムージーになります。1人分です。材料は無調整豆乳 200ml、バナナ2分の1本、きな粉大さじ1、蜂蜜大さじ1、たったこれだけで OK です。作り方は簡単です。以上の材料をミキサーに入れて混ぜるだけで出来上がり。さらに痩せる飲み方は豆乳やバナナを温めておくというところがポイントになります。ぜひホットでお飲みください。飲むベストタイミングは朝になります。なぜか。トリプトファンという成分が働いて夜の睡眠の質が向上するから、ぐっすり眠れると痩せホルモンもしっかり作ることができますよね。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いバナナを使ったダイエット法を詳しくお伝えしました。一歩間違うと逆効果にもなりかねませんので、ぜひお伝えした内容でご自分のペースで美味しく楽しく取り組んでくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた、食べてみたというご感想ですね、ぜひコメントにいただけますともうとっても嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。